1951年のコース1951年のルマン24時間レースは19回目のルマン24時間レースであり、1951年6月22日から6月23日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。ジャガーは1950年の高成績に気を良くし、レーシングカーの C タイプを開発し4台を投入してワークス参加した。 エンジンは 3441cc。アストン・マーティンは 2581cc 直列6気筒エンジンを搭載した DB2 を5台持ち込んだ。ゼッケンは24号車から28号車。ベントレーは 4252cc 直列6気筒エンジンを搭載した高日種14号車により出場した。この他イギリス車は ナッシュ製 3846cc 直列6、気筒エンジンを搭載したヒーリー19号車、1250cc 直列4、気筒エンジンを搭載した MG43 号車などが参加した。未だ、ドイツに対する風当たりが強い中で競技長である、シャルル・ファルーの昇兵によりこの年ポルシェが初参加し、2台のポルシェ356が、 第二次世界大戦後最初の国際レースへのドイツ車出場を果たした。これはポルシェワークスチームのレース初参加にもなった。ただしエンジンはフォルクスワーゲン製 1086cc と、勝敗気量で出力は 45PS に過ぎず、24時間を走り切るための最小限の改造を受けただけ、ほぼ市販車そのままの状態であった。ドライバーは、 フランス人コンビのオーギュスト・ビュイレ、エドモン・ムーシュ組が務めた。出走したのは60代。ポルシェは2台のうち1台を失った。MG43 号車はピストン破損でリタイアした。スターリング・モス、ジャック・フェアマン組のジャガー22号車は1位。走行中に惜しくもリタイアとなったが、モースは驚異的なコース記録4分46秒8。 この周回の平均速度時速 169.356km を残した。完走したのは30代。ピーター・ウォーカー、ピーター・ホワイトヘッド組のジャガーシータイプが、フランス勢を退避け、24時間で 3611.193km を平均速度時速 150.2466km で走って、総合優勝し、ジャガーの初勝利となった。 このタジャガーは21号車が総合11位。アストン・マーティンはランス・マックリン、エリック・トンプソン組の26号車が24時間で 3476.907km を平均速度時速 144.871km で走って総合3位、性能指数部門4位となった。 25号車が 3449.290km を平均速度時速 143.720km で走って総合5位3リットルクラスでは2位24号車が 3401.590km を平均速度時速 141.732km で走って総合7位ナッシュヒーリーはトニーロルト ダンカンハミルトン組の19号車が24時間で 3448.730km を平均速度時速 143.697km で走って総合6位。ポルシェはほぼ市販車そのままの勝敗機量車による初出場にもかかわらず総合20位1.1リットルクラス優勝という高成績であった。以降、ポルシェの名は ルマン24時間レースに欠かせないものになる。ありがとうございます。